毎週楽しみにしています。製品生活実際に行ってみましたが最高でした。おお、店長。店長ではない。店長じゃないですけど欲しくて知ってていました。意地悪です。僕もね、製品生活行った時行ってないんだよな。あ、そうなんですか。ぜひいらしてください。え、楽しいです。いや、なんかめんどくさいからタクシーのことください。今回はこちら、台湾文具の世界。国内で台湾に飛ばされた女、製品生活日本橋、伊勢田由香さんです。お願いします。します。製品生活って行ったことないんですよ。台湾に製品書店という本だけではなくて雑貨とか文房具とかを置く書店があるんですけれども、製品生活日本橋は台湾から日本に初めてオープンした第1号店です。あ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。じゃあ台湾では有名なセレクションショップというかで、1号店が日本橋にできて運営してるのが友人だってことですか。そうです。じゃあもう行かなきゃじゃないですか。来てください。言葉だけでなく。いや行きたいと思ってるんですよ。思ってるんですけどね、日本橋の上空を飛んでるミミズクたちは強くてね。私がね行こうとすると、おい帰れ帰れって。中央区の上空なんか飛べないです、怖くて。私なんか北区、板橋区、練馬区、中野区あたりをねちょろちょろ飛んでればいいんですよ。いや、なんか日本橋ってあんま行かないですよね。あそこら辺のミミズクたちは本当に怖いから。ほんとあっちのほんと都会のミミズクたちはね、ほんとにやさぐれてるんですよ。